そうでは始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、はい、やってまいりました。はい、全国の皆さんこんにちは。早稲田合格塾代表の平です。森鉄の悪友ランキングナンバー2、森鉄チャンネルの自称準レギュラーです。はい、ね、いつになったら自称が抜けるのかってずっと言っておりますが、はい、準レギュラーの平さんなんですが、いやどうなんですか、今年ね、浪人生結構大変辛いって、ね、うんうん、いや気の毒ですよね、本当にね。コロナウイルスで大変になるわ、なんかセンター試験終わっちゃって共通テストでね、共通テストを筆頭にね、大学入試そのもの自体も共通テスト必須の学校とかが増えたりとかしてね、大変ですよね。本当にね、9月入学になるのかどうかとかね、もう本当にまあそんな話は下火になってきたけど、いろいろと入試どうなんだって中で、今年は本当ね、浪人予備校行くはずだったのに、ずっと家にいるみたいな、家にいるみたいなね、そんな人多いと思うんですけど、浪人ってどうなんですか、今年減ったって言われてますけど、まあ、どれぐらい浪人はね、でも減ったって言ってもね、ほら、もう2、3年前がすごく多かったわけですよ、うん、ものすごい多かったから、まあなんかちょっとずつまた元に戻ってきたっていうぐらいなことと、あとやっぱ共通テストに変わるから、まあちょっとこう、浪人を回避するというかね、だからまあ、ね、来年、再来年はまたちょっと増えてくる可能性高いかもしれないですね。うんうんうん、なるほど。ということで皆さん、今日はですね、そんな、浪人と早慶に関するね、お話をね。だからまあ、早慶志望の浪人生なんかはね、ちょっと今日のね、データは参考になるかもしれないですね。今日はですね、まあ、早慶学部別浪人生比率というお話をね、ちょっとこうしてみたいと思うんですけれども、で、まず、日本の浪人生、今どんな実情になってるか、皆さんご存知ですか？まあ、少なくなってる、少なくなってるぐらいは聞いたことあるかもしれないですけど、どんな風になってるかっていうと、これまあ最新の文部科学省のデータで、この令和元年のデータがもう出てるんですけど、なんと、日本の受験生の現役1浪、2浪以上の比率っていうのがあるんですよ。78対17対5。なんですよ。ああ、難しい。ちょっと難しい。まあ。78が現役。現役。はい、17が1浪、はい。で、2浪以上が5なんですよ。だから、まあまあ、80対20ってことですよ。うん、概ね。80% が現役。現役。20% が何かしら浪人。まあまあ、浪人ってことなんですよね。うん。っていうことなんで、まあ、この数字だけ見るとね、なんか、浪人すると敗北者みたいなね、感じがちょっとこう、しなくもないというかね。まあ、この数字だけ見ちゃうとね。浪人用にしてやろうか。わかるわかる、デーモン閣下でしょ、そうそうそう、うん、彼も早稲田だからね、世紀末ね、はい、彼は早稲田出身で英語ペラペラですよ。そうじゃあその浪人業をやってる皆さんたちなんですが、浪、はい、人業をやってる皆さんなんですが、はいはい、それぞれ早稲田と慶応でまた割合が、うん、学部によって結構バラバラだと、はい、でこのね割合がね結構意外でした。あ、そうなんですね、うん、それをね今日ちょっと発表していきたいと思います、うん、まずですね、まあ、皆さん早稲田でいきましょうか、まずは、うん、早稲田で浪人生がもうトップ層でね1番2番で多い学部ってどこだと思いますか、考えてください。そうね、うん、大学入った人でも分かんない、ね、分かんないでしょ、普通に考えるとさ、まあ、難しいところがねなんか浪人生多いんじゃないかななんて思ったりするから、うん、じゃあ政経とか法とかかなと思うかもしれないですけど、うん、なんとナンバーワン人間科学部です。浪人生比率 53.5%、半分以上。もう二人に一人浪人生経験者なんですよ。なんで人口なんでしょうね。なんでなんでしょうね。これも謎でしかない、本当に。この推薦が少ないとか、そういうことですか？あ、そんなこともないと思うなぁ。へぇ。そして、第2位が、スポーツ科学部。おぉ、スポか。所沢でワンツーフィニッシュですよ。45.2%。なんでなんでしょうね。これは本当謎でしかない。スポカなんてまさになんか推薦とかのイメージなんですけど、うん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 、全然ですよ。スポーツで浪人とかないっすよね。ない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 。ファームにそんな聞いたことない、聞いたことない、聞いたことない。そんなそんなプロじゃないんだからさ。推薦を取るんだとか。いやー謎本当。そうなんですね。うん、そして第3位、これも僕の中でちょっと意外、理工産学部。もう。うん、こちら 42%。 わ、結構だ、ここも約2人に1人は浪人生というか、でもあのもうねほぼ全員が東大の滑り止め軍団なんですよ、うんうん、だから東大の滑り止め軍団かつ浪人経験者っていう人がここには行ってるんだなってことが分かるんですよね。あ、なるほど。そっか、2年目でもうこれ以上浪人できない、しょうがない、うんうん、入らなきゃっていうのもあるかもしれないですね。でもまあなんか僕だと、まあもしね、浪人で、こう、一浪とかで、東大ダメだったけど、早稲田理工受かったってなったら、まあ普通に行くかな。うん、やっぱ。で、小学部です、4位。第4位、小学部。小学部。
こちらが 37.6%、うんうんうん、おーってでね、まあもう5位も一緒に発表しますけど、5位6位が社会科学部教育学部、おうん、この辺は最近人気があるとこです ね、この辺はね 34.6、33.8 ってことで、うん、まあ3人に1人以上がもうここでもあの浪人生なんで、まあ、何が言いたいかというと皆さん浪人生だからってことで、なんかこう現役のやつにも敬語で喋らないといけないんですかみたいなことを気にするやつらいるんだけど、大学に入るとね高校までとは全く違った社会が待ってるんで、あんま関係ないですよ浪人してるかどうかって。だから安心して受験されてください。うん、で大体まあ3人に1人以上が浪人生だからね、うん、安心していっちゃっていいと思います。そしてここから7位8位9位まで発表しましょう。7位法学部 29.9%、 うん、8位政治経済学部 27.7%、 そして9位が文学部です。おお、文学部なんだ。うん、文学部がねここが 26.2% なんですけど、まあこの7位8位9位もまあ僅差ですよね本当にね。うん、だから早稲田の中でも二枚看板になってくる政経法はここでやっと出てくるんですよ、うん、まあ賢いとこの方が意外とね現役の人が賢いから入る、うんうんうん、そのまま入るっていう感じ、まあ別に二世が賢くないとは言わないですけど、うんうん、そういうイメージはちょっとありますけどね。ああなるほどね。はい、そして残り文化構想学部と国際教養学部なんですけれども、第10位が文化構想学部、ラスト国際教育学部、まあ、ここはなんとなくわかりますね。国際教育学部ほら、まあ、外国から来る人とかも多かったりするんでね、はい、まあまあ比率はね少なくなるかなって感じはしますよね。文化構想学部が 22.1% で最後の国際教育学部がぐっと下がって 12.9%、 12.9、 なんでまあ他もほとんど現役っていうことですよね。だこうして見てみると日本の浪人生比率、はい、ね、約 20% しかいないわけなんだけど、まあ、22% ねなんだけど、10位の文化構想学部になってやっと日本の現状と同じになってくるって感じですね。だから、まあ、こう見ると、まあ、早稲田大学ではまだまだ、まあ、浪人って日本の実情と比べると全然多いんだよってことなんですよね。なんかやっぱり女性が多い方が下にならないですか？ああ、でもまあ文工ってことですよね。そうそうそう、うんうん、確かにそうかもしれないですね。でも人間科学部なんかは男女比5対5ですからね。そうなんだ。そうですそうです。うん、はあ。人科は浪人が 53.5% で、うん、その 53.5% のほとんどが実は男であるそんなことないだろ。そんな現役はどんだけ男バカだと思ってじゃあ慶応ですね。はい、慶応です。お宅の母校行ってみましょう。はい、第1位、うん、薬学部。ああまあそうか、うん、うん、まあ医学薬学系はやっぱり、ね、ただね僕は意外でなんかもうナンバーワン医学部だと思ってたの。医学部で浪人のイメージしかないから、うん、だけど薬学部なんだって感じ。 45.5%、 ここも約2人に1人が浪人生、うん、はい、過労してて行きたい学部行けなくて、うん、結局薬学になるっていう人が多い。はい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 、ね、過労生で、それで言うと、まあ、早稲田でもこうね、あの第3位になったんだけど、慶応でも第2位が理工学部なんですよ。はい、ここもやっぱなんか国公立のトップを目指してたけどちょっとダメでみたいな感じで、うん、まあね、なってるのかもしれないですね。で次3位4位5位一気に発表いきます。はい、3位が商学部 42.5%、 で4位が経済学部、うんうん、40.2%、うんうん、で第5位総合政策学部、あ、結構いるんだな、うん、39.2%、 で6位までいきます。6位環境情報学部、そうですよね、38.4%、うん、こういう比率、まあ、看板学部がここで出てくるって感じですよね。4位でね、経済学部にね、うん、ただ高い、早稲田では政治経済学部は 27.7 なんですよ、うんうんうん、慶応経済は 40.2 ってことで、ちょっとまあ数値がね変わってきますよね。全然ね、やっぱ違いますね、総計でも ね。で次、第7位8位いきます、うん、第7位文学部 37.3%、うん、で、まあ、第8位、まあ、自分のクラスを考えても文学部のパーセンテージはそうですね、まあ、それぐらいでした。なるほど、まあ、大体、まあ、37.3 っていうと、まあ、3人に1人以上ぐらいか。男で一般で入ってる人は浪人が多かった。ああなるほど、やっぱそれは女の子が浪人したがらないっていうことですかね。女性は基本推薦。ああなるほどね。で自分のクラスで浪人は女性は1人、はい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 、女性も1人。女性が1人じゃない、女の方が多いから。ほら、だから文学部わざわざ行ったのに女性1人しかいない、そんな悲しいことじゃない。フランス語だから一番割合が多いですね、うん、だから女性の方がクラス多くて、うん、その中でも1人だけでした。あ、そうなんですね。浪人は女性は、へ、男性は一般で受けた人は浪人の方が多かった、うんうんうん、あのね、ぶっちゃけで言うと早稲田はねまだまだね女性の浪人ね結構いたような気がする、うん、うん、
割といるかな、まあ、学部にもよると思うんですよ、うん、学部にもよると思うんだけど、はい。そしてここで第8位法学部 32%、うん、なるほどって感じだな、うん、まあ法学部が下の方に来るのは早稲田と一緒ですね、うん、やっぱ法学部って現役が多くなるんですかね、うん、うん。そして、まあ、僕が本当は第1位なんじゃないかと思ってた慶応医学部はもう第9位ですよ、うん、で第10位ラストが看護医療、あ、うん、ね、まあ、この2つが約 30%、はい、うん、9位が医学部が 30.8、うん、10位看護医療が 28.2 という感じ、うんうん、まあ、うん、そうでしょうね。いやでも慶応医学部ってなんかあれみたいですよね、やっぱり日本の医学部の中でもかなり安い方らしいですね、あ、トップにね、まあ、慶応自体が安い、うん、みたいですね。なんか慶応の方がね坊ちゃんのイメージあるけど、早稲田の方が若干学費高いっていうね、うん、で大学院になったらなんかめちゃ安いんでしたよ、うん、慶応って。あ、そうなんですか。へえ、慶応医学部、まあね、うん、やっぱエリートが入ってるんでしょうね。なるほどね、うん、医学部は非常に、ね、力持ってますから、うん、そうなんですよ、めちゃめちゃ金をね、まあ、推薦がどれだけだか分かんないですけど、うん、やっぱ賢いところは現役の人がちゃんとがっつり持ってくっていうイメージは、ね、うんうんうん、それはありますね。ありますよね、確かに。なるほど。いや、今回のちょっとこのね、ランキング、意外性と、そして、なるほどな、あの、入り混じった、なかなか面白いデータだったんじゃないかと思います。はい、ということで、浪人生の皆さん、まだまだね、早慶狙うレベルであれば、まあ、浪人生であることは全然恥ずかしくないです。ね。なんなら、もう日本の実情と比較すると、全然まだまだありな話だと思いますんで、ぜひ頑張ってみてください。以上です。はい、お疲れ様でした。はい。